花暮らしのドラエッティ花ドラサードシーズン。よし、多分この下が家の下かな。うん、なんか目とか言うし、ちょうど家の下あたりか。めっちゃ音聞こえる。多分そうだろうな、これ。あ、ここでなんかゾンビの声とかしてたけど、これのことか。そうだったか。よし、で道がこっち2つあるから、分かりやすいように置いていこう。よし、でこっちは何もないか。これだけか。これだけやね。それでね、次はこっちで、道が二手にあったよね、確か。ここだ。あ、ここも分からなくなっちゃうかな。うん、こんな感じでいきましょう。よし。で、おいたいたいた。やっぱゾンビ、ここは。おい、オッケー。で、まだいる？いそうだな。いたね、でも下にいる。だな、大丈夫か。じゃあ、鉄、掘っときましょう。なんか見つけちったけど、出口がある。めっちゃ出口やん。なんか繋がった。ラッキーラッキー。うん、繋がったね、なんか。まあいいや、どっからでも帰れるってことで。はい。で、ここに、あるかな？なんかいいのないかな？なんか今んとこいいのが手に入んないんだけど、そろそろ欲しい頃なんですけど。ああ、なんかあるね。ちょっと待ってね。こっちに帰り道作らないと。あ、大丈夫かな？来るかな？落ちたか？もしかして。大丈夫かな？とりあえず、こうして、で、怖っ。音でいけえから怖いんだよな。いそうで。近づいてる音がする。よし。こっちは何もない。あ、あるか。こっちあるな。あ、ってこと砂漠か、こっちは。あ、なんか、砂漠だね。夜だし。こうすれば。どこだろう。あ、やば。あ、ちょっと、水。水？どこだ、ここ。あ、家がそこか。チェルチェルランドがそこか。なるほど。よし。じゃあ、ここ戻しといて。ここはいっか。ほっといて。で、ここに戻ってきて、下に降りましょうか。怖っ。あ、なんかいる。いた。いいやん。へい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 。あ、いる。後ろにいた。後ろにいた。くそ、遊んでたらあかんな。遊んじゃいけねえよ。よし、オッケー。後ろにもいたか。ちょっと待って、出口を。オッケーと。よし、まあ、とりあえずこっちか。ないかな。ないね。よし、じゃあ回収。よし、戻ってまいりました。今度はこっち。んー、どうだろう。とりあえずこっちにあるってことを示さないといけないんで、これで OK。 これでいいや。それでこっちはあるかな。何か ありそうだな。ただめっちゃ下に行くっていうね。あー、ちょっと下、あ、なんか行ったことある感じやな。じゃあちょっとこっちはいいや。じゃあこっちか。ないかな、スポナー。ここも行ったことある感じの来たね。来ましたね。うん。あれ？これはもしかして。さっき、ああ、なるほど。あ、わかったわかった。じゃあ、一応繋がるようにしておきますか。ってことで、こっちを掘りながら、あっちにも行けるようにしますか。よし。で、これで、よし。あ、落ちちゃった。鉄欲しい。で、ここも明かりつけといて、OK。よし。じゃあ、
あそこはまあ合流するわけだから、ここだけちょっとやっといて、じゃあこっちかな。よし、あーめっちゃなんかいろいろあるけど、来た。あーもう、うん、爆破された。よくやられるな俺は。またこれか。うん、どうしよう。はいっと、はい、オッケー。よし、戻って回収しよう。今度はこっちはなんかあるのかな。あ、なんか戻ってきた。なんか一応道はあったのか、あったのか、こっちにも。で、一応戻れる、戻るっていう意味でこっちにも矢印書くか。よし、これで OK かな。で、この続きいきましょう。溶岩があったとこですね。はぁ、早く名札欲しい。普通に名札欲しい。スポナーで名札欲しい。交換したくないんだよな、もったいない。エメラルドがもったいないから嫌なんだよな。さあゲットしに行くと、どこだどこだどこだ。スポナー、何でもいいんですよ。スポナーだったら毒グモ以外だったら何でもいいんですよ。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとこっち行きますか。どうだろう。出てこないかな、出てこないな。あ、なかった。いやー、ないのか。じゃあ今度は反対側か。その前にあれか、一応道を示すとかねえとね。これでどうだ、行くか。あるかな、なんか上に来てるからな。あんまりそれっぽいのはなさそう。あれ、なさそう、なさ、溶岩、溶岩、こうか。あ、違う、あれ場所違った。どうだ、あ、ここか、こっちか、これか、こっちだったか。よかったよかった。うん、どうだろう、鉄結構手に入れて今回。おっ、おー、いいね。2スタック分は前回と比べ、前回あったのと2スタック分ゲットか。よしよしよし。あー、もうなくなった。さあここから下に行くわけですけど、回転しながら行った方がいいか。ってことで木か、木で回転しながら行くか。よし、できたできた。これで螺旋階段にして、ちょっと余った部分はこうやって回収していけば、螺旋階段上のこれでいいかな。こっちか、これは切っていいか。あ、切っちゃいけないやつだったかな。あ、切っちゃいけないやつだった。なんか違うな。こうか。で、1個間違えた。まあいいや、いいや。これでいこう。これで OK。これで OK。よし。で、こっちはめっちゃ3方向あんのか。下行ってみようかな。こっち行こうか。めっちゃこれ、砂利やけど、怖いな。後で処理しよう。こう見えるようにしといて。あ、危ない危ない。よかったよかった。よし。ここもか。行ってみるか。うわ、一気に下だな、これ。どうにか頑張って、後でやろう。よし。お、いた。普通か、でも。普通かな。ないよな。溶岩か、やっぱり。ないか。じゃあちょっと分かりやすい場所に。よし、今度は横にしました。これなら分かりやすい。よし、行くぞ行くぞ。あ、どう行こう。こっちかな、どっかねえかな。スポナー見当たらねえ。もう違う場所を探すしかないのか。あ、いた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 、なんかいた。スポナーないかな、どっかに。こっち怪しいかな。
でも普通におったもんなゾンビ。どうだろう、そろそろなくなるかな。どうだろう、あ、まだいけるね、いけるいける。お、金かな、もしかして。あ、金だ。あれ、ここは何、ミニ渓谷ミニ渓谷かい、ここミニ渓谷とかあんの。ちょっと橋作ろう。どうしようかな、これ。まあいいや、あとにしよう。なんか橋っぽいの作って、鉄金があったんで回収で、なんもねえな、こっち橋作ったけどなんもねえじゃん。ミニ渓谷いや、これ後にしよう。これ道迷うかな。うん、大丈夫か、ギリ大丈夫よね。うわ、クリーパーだ。よし、来いやクリーパー、勝負しようぜ。今度こそお前をちゃんと倒すぞ。おりゃ、うい、あ、やば、危なオッケー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 。うわ、よくあったんだ、怖っ。お、どうしよう、このミニ渓谷をどうにか。ミニ渓谷、ミニ渓谷でなんだ。あ、ここ、あれ、渓谷に着いた、もしかして。いや、ちょやばいやばい。飯食い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 。おー、ゾンビゾンビゾンビ。お、なかなかいい弓持ってんじゃん。なになに、くれんかったかい、くださいよ弓。どこだどこだ、こう迷うな、やっぱここも矢印つけよう。よし、矢印 OK。 うん、わかりやすい。よし、行こう行こう行こう。ないねー、ここの警告。ちゃんとした警告になった、ミニ警告からの警告。お、いるねー。よし、来い。バカめ、ははははは。そして普通に警告が。あー、どうしよう、普通に警告か、ないもんなー。ないなー、どこにも。鉄も取る気が。ちょ、でも取っとくか。それで、道に迷わないようにしないといけないから、一応鉄回収しまして、で、ここでしょ。迷わないようにするには、こっちにも矢印か、こうか、ここやね。で、これで分かりやすくなったかな。もう一本伸ばすか。で、いってやべ。お、いい弓じゃん。おい、めっちゃ速くね。あ、びっくりした、速かった今。矢がくれないのか、弓もくれないのか、ケチ。これか、はい。ここは渓谷の洞窟か。渓谷から、お、草があった。ただここは普通に回るだけか。じゃあ特に問題ないですね。とりあえず帰り道は大丈夫なんだけど、ここは、あ、ここも取ってなかったのか。ここは、難しい。ちょっと待てよ、壊しよっか。よし、オッケー。それで、まだ行くか、行こっか。まだ大丈夫だよね。どうだろう。あ、でもこっち普通の警告か。あ、鉄だ。こっちあるかな、なんか。あるかな。あ、鉄、あ、金。金か、金は欲しいな。こっちはミニ渓谷に来たけど、なんか特に何もない感じだね。
なんもねえのかい。なんもねえのかーい。で、金を取りに行こっか。よし、たどり着いた、たどり着いた。さあ、金は何個あるかな？お、いいね、いいね。1、2、お、3。よし、4つ。やったやった。あ、やばい。もうないじゃん。戻るか。さあ、こっから戻るときにですね、めちゃめちゃ役に立つのが、私の作った案内板です。さあ、案内板来てください。お、鉄かー、どうしよう。やめとこうか。うわー、ちょっと待って、もう今日は無理。帰る。帰ります。案内板があそこにあって、すぐに帰れるわけですよ。で、こっちに行けば OK で、おおお、なるほど、こっちか。よし、で、で、あれか。そう、迷ったときにはその案内板見ていく。お、鉄。よし、じゃあ、戻ります。こっちか。ウィー、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 で、ここだ。ここ、階段作んないといけなかったんだ。よし、戻ろう、階段。こっちも行かないとな。こっちの方が広いな。ちょっと見てこう。どう？ああ、なるほどね。よし、じゃあこっちに帰り道あるよっていうのを示しといて、これでいっか。オッケー。じゃあ戻ろう戻ろう。手が展開弾があって、ああ、わかりやすい。なんて分かりやすいな。迷わないところで。こっちかな。わかったわかったわかった。で、こっち側で。よしよしよし。で、あと一直線かな。おおお、こっちか。なるほど。で、あ、これか。それで、こっちか。で、お、着いた。ここですね。ちょっと夜ですね。寝ましょう、寝ましょう。はい、戻ってこれました。よかったです。イエイイエイ。よし。お、あいつは、はぐれじゃないですか。はぐれ骸骨がいるよ、一匹。ほら、骸骨め。骸骨め、お前もだよ。よし。はぐれ骸骨からは、矢は手に入れなかったか。しかし、鈍感にされてしまった。まあ、問題ないか。よし、じゃあ、終わりまーす。はい。はい、ということで今回は冒険パートへやってまいりました。まあ今回収穫はありませんでしたね。何も、まあ鉄がたくさん手に入ったことかな。うん、まあでも十分ですよ、鉄がいっぱい入るだけでも。はい、皆さんありがとうございました。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は人参を投げまくっている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そして右上にいるテレサをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画面を参考にチャンネル登録をお願いします。 Twitter もやっておりますのでよかったらフォローよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。